本日、ミュージック&ダンスライブ、あとエブリー岡中津高店様っていうところで、オープニングアクトで、はい、ギター菊蔵さんです。どうぞ。岡山県を中心に活動していますギター菊蔵と言います。こちらはボイスパーカッションのショーです。はじめまして、はい、今日はオープニングアクトを務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。皆さん、もう一度ギター菊蔵さんと翔さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。じゃあ次のステージは、今音楽のステージだったんですけれども、ダンスのステージに移っていきたいと思います。では早速ですが、バンさんのチームの方、はい、お願いします。
願いします。はい、続いては、月曜日の沙織さんのクラスのチームの発表になります。すずちゃん6歳の女の子のステージになります。皆さんこんにちは。岡山うたこすずです。6歳です。よろしくお願いします。女の子を不思議な小さな女の子をこっちを向いて
手は、ハイペリオンの皆さんです。はい、はい、自分なんですけども失礼します。続いての曲は私たちのオリジナル曲になるんですけれども、はい、聴いてください。ステージをしていくんですけれども、まず1人目、坪井大和くんです。どうぞ。遥か遠い日、あの日
ては、ミッキーになります。君は冬の夢を見て泣くセミ、もうその願いが明日からうとしたら7日目を生きたのかい、悲しみだけなんて忘れることなんてできないから、今はすべて忘れてもいいよ、いつかまた大事なことだけを思い出せばいい。君は冬の夢を見て泣くセミ、話すことないよ、一番大事なことは叶うとか叶わないじゃない、欲しかったものはここにない未来や過去じゃなく、その気持ちを失った時に僕が僕じゃなくなってしまう、そう思える、そんな生き方を。はい、じゃあ高さんステージお願いします。続いてはめめさん、はい、あ、どうぞステージへ。僕の心臓がね止まる頃にはね、きっとこの世はね満喫し終わってると思うんだ。やり残したこと何にもないくらい、君の隣でさ笑い続けてたいと思うんだ。この胸が脈打つうちは君をまだ守っていたい。生きる意味なんてそれでいいの、もう一つって同じ涙を数えて、僕らはまたお互いを知るんだ。だが鳴る子供が伝えてく重なる音と流れる思いを、愛し続けると約束しよう。心拍が止まってしまうまで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いてはまさくんのステージになります。皆さんこんにちは、まさです。さっきかなさんが言ってくれたと思うんですけど、今回披露させていただく曲がさっきの坪井大和くんが
曲を作ってくれて、僕が作詞とメロディーを作成しました。よかったら聴いてください。お願いします。あの頃みたいな種類の笑顔はもうここにない。消えそうにいたんだ胸だけは形を変えずに。いえいえ、なんか残念だよな、なんか残念だよな、時に思い出すんだよ、嫌になんだよ、oh, oh, oh. 口だけなんだよ俺は、口だけなんだよ俺は、何も変わらないまま今も多分生きてんだ。歌部門、最後の出演者になります。レオさんです。よろしくお願いします。目に映る全てを疑うことなく、ただありのまま受け止められたなら、瞬きするたびにこぼれ落ちるもの、愛と呼べる君が来るのかな。生まれた時のような澄んだ瞳なら、かけがえのないものが見えるの。はい、レオちゃんありがとうございました。もう一度皆さん大きな拍手をお願いします。ということでですね、次は、ちょっと変わったっていうか今まで歌続きだったんでね、今度はあのボイスパーカッションをヒートンが披露してくれるということで、はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。みなさんこんにちは。じゃん、お猿さんがやってまいりました。風船の世界から、じゃあヤシの木に登らせます。はい、せーの、ウキー、完成です。ありがとうございます。じゃあ続いて、メルメロのコントになります。今回映画をね、僕ら実は撮ってました、着ぐるみマスターという映画、これを成功させるためにこのイベントに向かって24時間テレビよりも1日早く100キロ歩こうってことで、昨日からね歩いてたんですよ、100キロ。どうも、着ぐるみマスターの監督の大西孝也です、はい、よろしくお願いします。このイベントに向けてね、結果は88キロで断念してしまいました。そうなんです、イベント中にごめん、もう無理や、リタイアやって電話かかってきまして、はい、いやもうね、はい、あのやつするよ。あ、じゃあちょっと、じゃあコントやりましょうか、うん、はい、じゃあコントやろう。じゃあやりましょう、はい、やろう。メンゼロコント、羊を数える。ああ、明日大事なプレゼンがあるしな、羊数えて早く寝よう。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊
出演者みんなで歌を歌って終わりたいと思います。今日は長丁場でしたが、皆さんイベントありがとうございました。